断食ダイエットファスティングにチャレンジします。ファスティングというのはですね、断食をすることによって、体の大掃除デトックス、するそのダイエット法なんですね。で、例えばそのダイエット目的もそうですし、美容、美肌であったり、あとその免疫力を高めることもできる、ダイエット法なんです。で、今回ですね、こちら私が取り組む目的は、今回は、大掃除したくて、取り組みますよということで、この動画でお伝えしていきたいと思うんですね。では本題に入りましょう。解決策ですね、ポイント3つに分けてお伝えします。ファスティングをすることによって、そのあなたの問題解決をすることができるんですね。で、その1つ目はファスティングをすることであなたの腸内環境が整うからなんです。で、これはなぜ必要かというとですね、腸内環境が悪い方というのは、たとえ食事制限頑張ったとして糖質カットとかしたとしても、きつい運動をものすごく頑張ったとしても、その時だけでまた太ってしまうんですね。なぜかというと、そもそもそのデブ菌といわれる悪玉菌優勢の状態であれば、その痩せることがですね、できないんですよ。なので、その逆の痩せ菌といわれるその善玉菌をファスティングすることで、元気にしてあげることができるわけですから、あなたは自然とその痩せ体質へと生まれ変わることができ、またそれがこうキープすることがですね、できるんですよね。ですから腸内環境を整えることが大事です。それがあなたの目的達成するための解決策なんですということです。では、ポイントの、2つ目いきましょうね。内臓休息と書いてます。これ何でしょうか。これはですね、ファスティング、断食をすることで一時的にですね、内臓をしっかり休めてあげましょうよということなんですよ。で、なぜこれが大事かというと、考えてみてください。生まれてからこの方、普通ですね、内臓休むってないんです。毎日毎日ずっと働いてくれてる、内臓たちなんですよね。例えば、私たちこう人間にとってもですよ、こう毎日毎日もう必死で働かされて、働いて、時々休みたくないですか。1日2日じゃなくって長期休暇です。長期休暇が突然来たらどうですか。もうワクワクしませんか。やったーですよね。そこでしっかり休めて、心も体もリフレッシュしたら、連休明けっていかがですか。また頑張るぞ、よしってこう充電することができませんか。私たちもそれと同じです。なので、意図的にその内臓たちにも長期休暇をあげてくださいということです。そうすれば、実はですね、あなたのお体の中で白血球が活性化するのです。そのことで免疫力がですね、上げることができるんですよ。そしたらいかがでしょうか。もう多少どんなことがあったって免疫力高ければ、ウイルスにもかからない体、何があっても健康でいられる、もうここ要ですよね。ですから内臓を意図的に休めてあげましょうということが解決策です。ではポイント最後3つ目、代謝酵素です。これなんだということなんですけれども、私たち生まれた時からですね、体内にもともと体内酵素というのを持ち合わせています。で、この体内酵素ないと人は死にます。なぜかというと、食べたものをエネルギーに変えることができないからなんです。消化ができない。なんでこれすっごく大事。ところがいかがですか。例えば夜寝る、ギリギリまでいつも食べてたり、もしくは食べる量はそんななくてもですね、もうちょこちょこダラ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 食べ続けてらっしゃる方っていうのは、そのたんびにあなたのその体内の酵素を全部消化に使ってしまう。使い切った後どうなるか。本当はその食べたものをエネルギー化したり、外にいらないものを出さないといけない排泄効果、その働きをその代謝がですね、代謝酵素がしないといけないのに、その酵素を消化ばっかりに使ってしまった挙句、体をそのリセットする方の代謝酵素に残せてなかったら、あなたのお体はですね、もうどんどん太っていくわけです。もう脂肪は溜め込む、しかもこう傷ついた細胞を修復することができない。これ修復酵素ですからね、体の。なので傷ついた筋肉とかがこう戻らなくって、もう寝ても寝ても朝きついっていうのは、もしかしたらあなたは消化酵素
の方ばっかり使ってしまって代謝に残せてないという可能性が、あるわけなんです。ですからファスティングをするとどうなるかというと、消化に一切使わないんですよ。だったら全部その体内酵素が代謝に使えるから、どん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 、内臓脂肪からこう燃え出すっていうことが体の中で起こるわけなんです。さあ、いかがだったでしょうか。この解決策ポイント3つを抑えることができたら、あなたが抱えている問題、例えば太ってきたとか体調が悪いとか美容がこう自信がないとかですね、免疫力下がってきてしょっちゅう風邪ひくとか、全部解決することができるんです。で、私は今もう日頃からこの取り組んでますので、その体重を落とすことが今回目的ではありません。もうなんて言ってもその免疫力を上げて元気な体を手に入れて、この状態をキープしたいっていうのが、私の今回の目的なんですね。皆様人それぞれです。さあ、いかがだったでしょうか。まとめますと、とにかくファスティングをすることでしっかりと腸内環境が整って、内臓が休まることで免疫力も上がり、結果代謝酵素がどんどん使えるわけですから、どん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 脂肪が燃えて、あなたは今ここだけじゃない、この先も痩せ体質、健康体質を手に入れることができて、綺麗に健康的に今いられるということなんですね。さあ、今回の動画のお話は以上になります。じゃあここから、私との、チャットコーナーですね、雑談させていただきたいと思います。最近ですね、数年ぶりにスタートしましたドラマ半沢直樹、あなたもご覧になっていますか。このドラマですね、私の一人娘大好きで、小さい頃からで、今回また始まるぞっていう子のことを聞いた時にすっごく楽しみにしていて、でその、先々週ぐらいからですね見てるんです。で、実は、私たちですね、佐藤家は、佐藤澄香と言います、佐藤家はですね、テレビのチャンネル権は主人が握ってるんです。私と娘にチャンネル権はないんですね。生まれてからずっとです。娘が生まれてからずっとチャンネル権は主人で、なぜかというと主人はですね、この番組を見ることで果たして家族にとって有益なのか否かって、そこがその選ぶポイントなんですよ。なので娘は小さい頃からこの番組見たいって言ったとしても、これを見たら娘にとって良くないっていうのは絶対見せてもらえてないんです。で、そもそも忙しすぎてですね、私たち3人家族なんですけど、テレビ見る時間ないんですね、ほとんど。ただ年間通して9割はやっぱニュースなんですよ。なぜか主人が見るからです。そして残りのたった1割のうちのその一つがその半沢直樹なんですね。で、この間その日曜日の夜ですね、半沢があるぞって2人でもう全部お風呂とかも済ませて、ね、こう見る準備をしてるわけです。で、始まったら可愛いんですよ。2人で同じ姿勢ポーズでずっと真剣見てるんですね。で、その姿を見るのが好きなんです。私は微笑ましすぎて可愛いなって思うんです。ただ一つ困ったことがあります。困っているんです。それは何かと言いますと、そう、見てる間ですね、私がそのちょうど食後で食器とかこう洗って片付けしたいわけです。で、食器を洗い出すと、ちょっと静かにしてってですね、二人からキーってこう睨まれるんですよ。うるさいって。で、ああごめんごめんって片付けしたいんだけども、ちょっとその片付けができないことが困ってます。あなたもいかがですか。普段こうご家族のご様子、我が家はこんなルールがありますとか、先生私の家もテレビにあんまり見せてもらえませんとか、何かありましたらこのコメント欄にコメントください。チャットでやり取りしましょうね。で、またあなたのためにどんどん有益な情報、この動画を通じて発信していきますので、ぜひこの、動画ですね、この私の美腸活のチャンネル登録していただいて、ぜひぜひあなたのお役立ていただければとてもとても嬉しいです。それではまた。